心臓から伸びる血管は体の隅々にまで張り巡っていて血液を循環しています。心臓は全部で9万キロメートルにも及ぶ血管へ血液を送り続けているのです。心臓は拍動することで血液を受け入れ送り出すポンプとして機能しています。心臓の大きさはその人の握り拳よりやや大きく、その内部には血液を受け入れるための心房と血液を送り出すための心室がそれぞれ左右に一つずつあります。右心房には体中を流れてきた血液が下大静脈と上大静脈から戻ってきます。血液は右心房から右心室へ送られ、肺動脈に駆出されて肺へと届けられます。左心房には肺を流れた血液が肺静脈から戻ってきます。血液は左心房から左心室へ送られ、大動脈に駆出されて体中へ届けられます。こうした血液の循環は心臓の拍動によるものです。心臓の壁を形作る心筋が収縮と弛緩を繰り返すことで拍動は生み出されています。壁をよく見ると心房と比べて心室が厚くなっています。これは血液を送り出すために強い収縮力が必要なためです。特に左心室は全身に血液を送り出すために壁の厚さが右心室のおよそ3倍もあります。